はい、皆様いかがお過ごしでございましょうか。プルートネットワークのプルート向井でございます。よろしくお願いします。さて今回はですね、5月31日にですね、皆様が待っているゴジラキングオブモンスターズがですね公開されるというわけでですね、それに先駆け、2014年に公開されたゴジラをですね、まあ皆様と一緒におさらいしていきたいなと思っております。はい、2014年のゴジラですね、見ていない方もいらっしゃると思います。はい、なんですがおそらくですね、そこまでそのゴジラっていう、2014年のゴジラっていうものをもう超重要視するっていう作品ではないと思います。今回のキングオブモンスターズはまだストーリーの方とかも公にされてないんで、そこまでお話はできないんですけど、まあキャスト陣とかも含め、まあそこまでリンクはしてないのかなとは思います。はい、でもですね、前作を知っていた方がやっぱり映画というものは楽しめるので、まあそこをですねご付き合いいただければなと思います。はい、まあ今回のですねゴジラっていうのはですね、モンスターバースというですねシリーズものになっておりまして、一番最初が2014年のゴジラですね。続いてがですね、2017年に公開されたキングコング、ドクロ島の、巨神、そして今回ですね2019年に公開される、ゴジラキングオブモンスターズ、そして、最後の方ですね、今制作がもう決まっていて公開日も決まってるんですけど、2020年に公開されるゴジラ VS キングコング、まあコングですね、まあそういう形のものになっております。はい、まあね、楽しみですよねまあ前振りが長くなっちゃいましたが、早速ですね予習の方入りたいと思います。まずオープニングはですね、1999年が舞台になっております。はい、フィリピンで炭鉱をですね、まあ、研究調査をしていた、芹沢博士、こちらはですね渡辺謙さんが演じているんですけども、そこでですね、恐竜みたいな化石を発見したというところからオープニングが始まるわけなんですが、一方その頃日本ではっていうお話になりまして、日本ではですね、まあ、地震が起きるわけでございます。はい、その地震にですね巻き込まれてしまうのが、ブロディファミリーなわけでございます。はい、ブロディファミリーはこの、作品の中での、まあ、メインの家族になってくるわけでございますけども、お父さんがですねブライアン・クランストンですね、僕の大好きなんですね、ブレイキングバッドの主演の方でございます。はい、あと奥さんがですね原子力発電所で働いてるわけでございますけども、まあ地震によってその奥さんがですね亡くなってしまったっていうわけでございます。はい、まあこの2人にですね、息子がいるわけなんですが、時は、過ぎ15年後という形になりまして、その息子がですね、フォーロブドリー大尉ということでございまして、軍人になっております。はい、爆弾処理班でございますね。こちらの方はですねアーロン・テイラー・ジョンソンでございますね。キックアスの主演の方です。はい、そしてここからこの主人公がですね物語を進めていくわけでございますよ。はい、でですね、まあお父さんの方はですね、あれは地震じゃない、あの原子力発電所の事故は地震じゃないんだっていうことをですね自分の中で勝手な妄想を抱き始めてですね、奥さんが亡くなったことを真相を突き止めるんだみたいな感じで、もうずーっとそのことばっかり研究してるような男なわけでございます。はい、まあその男がですね、原子力発電所がメルトダウンしてしまって、そこの地域がですね、まあ入ってはいけない禁止クイックみたいになってたんですけど、そこに入ってしまったと。まあそれで捕まってしまって、子供がですね、まあお父さんを引き取りに行くわけなんですけども、まあそこで、舞台が日本でですね物語が進んでいきまして、実はこの地震というのは地震じゃなかったと。はい、まあ、それは何かっていうと武藤というですねモンスターのせいだったということを突き止めるわけでございます。はい、まあこの武藤が孵化してしまいですね、お父さんというのはまあそれの衝撃でですね亡くなってしまうわけでございますけども、はい、まあそんなこんなでございましてですね、父親が亡くなってしまったですね主人公というのはまあちょっと落ち込むわけでございますけども、そこで芹沢博士と出会うわけでございますね。まあ芹沢博士からこんな感じで巨大モンスターというのがいるんだよっていうお話を聞いた後にですね、この武藤というですね化け物、怪物というのは何を目的にしているんだというとですね、食べ物はですね放射能なわけでございます。はい、放射能なわけでございます。
で、子供をですね身ごもっているメスのですね大きい無頭にですねその放射能の餌を与えるべくですねまあいろんなことをしているわけでございますけども、はい、まあそんなこんなでございますですね、アメリカの放射物廃棄場とかですねまあいろんなとこに行ってですね核弾頭とかを盗んだりとかするわけでございますよ。はい、まあそんな悪いことをしているですね無頭の前にですね正義の味方ゴジラが現れるわけでございますよ。ゴジラがですねわーって言ってねもうね正義は勝ちますから、まあ、正義は勝つんでございますよ。武藤というですね化け物をやっつけてですねこのゴジラというものはですね一回死にかけてこうダランってなっちゃったわけでございます。はい、なんですが翌日起き上がってですね海に戻るわけでございますよ。はい、まあそこでですねアメリカという国はですねまあ怪獣王ではないですけどですねまあこのゴジラというですね怪獣に称賛の意を称えたということでこの2014年ゴジラが終わるわけでございます。はい、うん、そうなのそう、こんな感じなの、本当にこんな感じで、あの今回のこの2014年のゴジラって前半の方ってもうほとんどこのね主人公ファミリーのお話と武藤のお話しか出てこないんです。はい、でやっぱり今回の、31日に公開されるキングオブモンスターズではもうちょっとゴジラが出てくると思うんですけど、どちらかというとこの2014年の作品っていうのはヒューマンドラマに近いところがあると思うんですよ。うん、なんで先ほどもお話ししたようにやっぱり今回の、2014年ゴジラと31日に公開されるキングオブモンスターズっていうのはおそらく全く別のなんかストーリーの軸になって物語が進んでいくと思うんですよ。はい、まあ、ベースは一緒ですよ、ベースは一緒ですけど、まあそういう面でメインの主人公だったらキャストとかは出てこないんで、まあメイン出てくるのは芹沢博士、渡辺謙とシェイプオブウォーターに出ていた方、まあ研究者の方がメインで出てくるんですけども、だからそこまでですね気にしなくていいと思います。キングオブモンスターズから見ても全然 OK だと思いますね。はい、この作品の感想はですね僕今今回改めて見たんですけど、まあ昼間に見たんですよ、昼間に見て当時の劇場ではそこまで感じなかったんですけど、めちゃめちゃ暗い映画だなって思ったんですよ。暗いって雰囲気とかじゃないです、絵作りがみんな暗いんですよ。もう何やってるかちょっと見てるかあれこれなんだろうみたいな感じになるぐらい暗いんです。例えば武藤と人間とのそのまあ戦いではないですけど、そういうところも映されるんですけど、そこも真っ暗、はたまた武藤と、ゴジラが戦うシーンというのも真っ暗なんですよ。はい、で全部のシーンがですねやたらかっこいいっていうのがありましたね。はい、まあですねその武藤から逃れるためにまあ線路みたいのがあるんですけど、線路にですね身を隠して巨大なモンスターから身を潜めるみたいなシーンがあるんですけど、もうそこのシーンとかもですねすごい緊張感があって良かったですよ。あとはですねパラシュート部隊みたいな感じでですね、ゴジラのですね戦っているところにこうパラシュート部隊がファーっていくわけなんですけども、まあ真っ暗な暗闇の中にですねなんかその兵士たちがスモークを焚いてるんですよ、赤いスモーク、自分たちがどこに落ちたか分かるようにみたいな、そこのねコントラストのバランスみたいなのはすごいですね面白かったです。で、2014年に公開されたゴジラ、先ほど、ストーリーの方をお話ししましたけども、ファミリーがですねメインになった物語が進んでいきましたけども、今回のですねキングオブモンスターズという作品もですねこれもまた、家族愛というところがフォーカスに当たられているんじゃないかなと個人的に思っております。まあそれはなぜかというとですね、主演の、メンバーですね、そちらがですね皆様ですねラッセルファミリーということでございまして、キャストの方紹介していきたいと思うんですけども、まずですね、マーク・ラッセルでございますね。こちらはカイル・チャンドラーが演じているわけでございますけども、こちらはですねキングコング、昔のですね2005年に公開されたキングコングに出ていたんですけども、この方覚えてます、僕。まあ僕2005年のキングコングがめちゃめちゃ好きだったんですけども、まあそんな話は置いといて、続いて奥さんの方がですねエマ・ラッセルということでございます。はい、エマ・ラッセルがですね演じているのがですねビラ・ファーミガでございますね。まあこの2人はですねなんかね元もうね今離婚してるみたいなんですよ。うん、
まあ 100% 定かではないんで、まあそこはあの聞き流していただければなと思うんですけども、そして今回のメインになっているキャラクター、マディソン・ラッセルでございます。マディソンでございます、はい、こちらが重要、演じているのはミリー・ボビー・ブラウンなわけでございますけども、このね女の子がやっぱり予告を見ている限りでもやっぱりね、なんかねゴジラとかモスラとかになんか精通してんのかな、なんか意思疎通ができてそうな感じなんですよね。うん、まあそういうところを描いても今回のキングオブモンスターズ面白いのかなと思うんで、うん、まあ今回の作品もですね家族愛っていうところがメインになってくるのかなと思います。はい、まあこのですね、ラッセルファミリーというところにフォーカスを向けてキングオブモンスターズ見たらですねより一層楽しめるんじゃないでしょうか。はい、まあその他にもですね先ほどお話ししましたけども、渡辺謙さんですね、芹沢博士でございますけども、その他にもですね、チャンツイも出てきます。はい、アイリーチェン博士ということでございまして、あのですね美人なチャンツイも出ておりますので楽しみにしてください。まあそんな感じでございますかねあんまり僕も今回の動画長くしたくないんで、まあここら辺にしとこうと思います。はい、まあ今回のキングオブモンスターズっていう作品は一応ゴジラとラドンとモスラとキングコング、キングコングじゃない、キングギドラと、あとはムトウもちょっと出てくるみたいです。はい、まあキングコングが出てくるのか出てこないかはちょっと楽しみにしたいなと思っておりますけども、僕もですね、5月31日、ゴジラキングオブモンスターズですね、なるはやで見て皆様にレビュー上げていきたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。ではですね以上プルート向井でございました。もしよろしければですねチャンネル登録高評価などなど、あとはですね下のコメント欄じゃんじゃん使っちゃってください。皆様のですねコメント楽しみに待っております。あとはですね僕ツイッタービルマックスの方もやっておりますので、もしよろしければフォローの方よろしくお願いします。フォロー返し 100% でございますので、はい、ではですね皆さんまた何かしら動画でお会いしましょう。皆様の映画ゲームライフが素晴らしいものでありますようにということで、じゃあね。